ビンス・カーターこと、ビンセント・ラマー・カーター・ジュニアは、アメリカ合衆国フロリダ州デートナビーチ出身の元、プロバスケットボール選手。ポジションは主に、シューティングガード。22年にわたる、現役生活において、キャリア前年は、トロント・ラプターズ、ニュージャージー・ネッツで、エースとして活躍し、後年は、ロールプレイヤーに転身し、多くのチームを渡り歩いた。 類稀なジャンプ力を持ち上段の後継者と呼ぶにふさわしいと歌われリーグ屈指のスラムダンカーとして人気の高い選手である。NBA において1990年代、2000年代、2010年代、2020年代の4つの年代でプレーした唯一の選手である。初めてダンクをしたのは中学1年生の時で 身長はすでに1 7 3トルに達していた。高校ではバスケットボールと共にバレーボールをプレーバスケットではフロリダ州のミスターバス、カーターは名門のオスカロライナ大学に進学。大学時代はアントワン・ジェイミソンらとプレーし、3年生の時にはオールックファーストチーム、オールアメリカセカンドチームに選出された。ファイナル4敗退後、 アーリーエントリーを宣言し NBA 入りする。トロントラプターズ時代のカーター1998年の NBA ドラフトでゴールデンステートウォリアーズが全体語位として指名するが即座にジェイミソンと交換でトロントラプターズに移籍。この年から活躍し新人王を獲得 NBA オールルーキーチームのファーストチームに選出された。2000年の NBA オールスターゲームに ファン投票で最多投票を獲得し、先発選手として出場した。また、スラムダンクコンテストにも出場し、市議5回中3回で満点を記録。驚異的なパフォーマンスを披露し優勝。ルーキーイヤー以外のオールスターゲームに2001年から2007年まで7年連続出場。そのうちの5回は、ファン投票の獲得数で決まる先発選手として出場した。 2000年、2001年、2002年、2004年には、最多得票で選出されている。2000年シドニーオリンピックでは、トム・ググリオッタの代役で、アメリカ代表チームドリームチームの一員。2001から2002シーズン終盤、サンアントニオスパーズ戦で、ティム・ダンカンにファウルされた時に左膝を故障。すぐに回復するものと思われたが、想像以上に、 故障の度合いがひどく、長期の欠場。この間に、チームは、泥沼の16連敗を喫する。カーターは故障の言えないまま連敗を止めるために一時、復帰。なんとか連敗を止めるも、故障の状態が思わしくないために、内視鏡手術を決意。残りの全試合を欠場することとなった。しかし、カーターの欠場が決まった直後からチームは、 奇跡の14連勝を挙げプレイオフに出場。この一件をきっかけに、ファンやメディアの間で、カーター不要説がささやかれ始めるようになった。2002から2003シーズンも故障は、完全に得ておらず43試合のみの出場と、シーズンの大半を欠場。なんとか、平均得点は20点台を記録するも、故障前のカーターとは、別人のようになってしまった。この頃から、 カーターの評価、存在感、チーム内での重要度が失われていった。2003から2004シーズンは復活を果たす。73試合に出場し、平均得点も22.5とリーグ8位の好成績を記録。しかし、プレーオフには出場できなかった。HC の交代でチーム全体のオフェンスが機能せず、シーズン中に主力を入れ替えるとレードを行ったことが、 原因とされる。カーター自身もチームの改革を望んでいたところ、カーターとラプターズ首脳陣との間でチームの新しい首脳陣の人事は君にも相談するとの約束が交わされる。しかし実際には何の相談もなく人事は決定。これに腹を立てたカーターはトレードを要求。そのままシーズンが開幕するも明らかにモチベーションの低いプレーを連発した。ラプターズも カーターのモチベーション低下による散漫なプレーに仕方なくトレード要求を承認。2004年12月17日、ニュー。ちなみにこのトレードはラプターズにとって全くうまみのないトレードで NBA 史上最低のトレードとも酷評された。一席先のネッツは当時リーグ最高峰のポイントガードであったジェイソン・キッドが在籍していたチームであり、カーターとキッドのバックコートコンビは大いに注目を。 集めた一方で、カーターとプレイスタイルでコうムるリチャード・ジェファーソンとの共存については疑問視されていた。しかしジェファーソンは、カーター移籍直後に故障。このシーズンで3人揃って、コートに立つことはなく問題は先送りになったが、新天地で新規移転したカーターは移籍後の平均得点では、リーグ2位に値する27.6を記録。 故障者が多かったチームを滑り込みでプレーオフに導いた。翌2005から2006シーズンにはようやく主力3名が揃って開幕を迎え、カーターは得点面で活躍。ジェファーソンとの共存も問題なくクリアし、かつての豪快なダンクも復活した。チームはデビジョンを制し、プレーオフに進出したが、カンファレンスセミファイナルでマイアミヒートに敗れた。 2006から2007シーズンは主力選手であるネナド・クリスティッチとジェファーソンが相次いで故障しチームから離脱する中、カーターは82試合に出場。キットと共に低迷するチームを支えた。ネッツは本来キットを中心とするアップテンポなゲーム展開を得意としていたが、このシーズンからはカーターを中心とするハーフコートフェンスが目立つように。カーターは オールスター出場を逃すなど、やや物足りないし、2007から2008シーズンは、序盤から指と足に故障を抱えた状態でプレーをしたこともあり、平均得点は前年よりもダウン。チーム部長の原因にもなった。しかし、故障を抱えた状態での成績としては一定の評価を得る。平均得点20点以上、平均アシスト5以上、 平均リバウンド5以上の記録を残したのは、カーターの他に、コービー・ブライアント、レブロン・ジェームズ、トレーシー・マグレディの4人のみであった。チームは、レブロン・ジェームズ獲得を視野に入れた改革に着手。チームの核であったキット放出もあり、プレイオフ進出を逃すこととなった。2008から2009シーズンは、昨シーズンの故障も回復し、平均得点20.8点。 平均アシスト4.7、平均リバウンド5.1と、オールラウンドな成績を残し序盤は、チームも検討したものの最終的には、プレーオフ進出を逃す。チーム首脳陣は、カーター中心のチームから、デビン・ハリスをはじめとした低コストの選手で構成し、2010年の FA 選手を狙う戦略をさらに進めた。シーズン終了後、カーターは故郷にある、オーランドマジックに移籍した。 2010年12月18日に3球団が絡むトレードにより、ミカエル・ピートラス、マルチン・ゴルタットと共に、ジェイソン・リチャードソン、ヒド・ター・コルー、アール・クラークとの3対3のトレードにより、フェニックス・サンズへ移籍。2011年、FA でダラス・マーベリックスに移籍。2014年のプレイオフ、サン・アントニオ・スパーズ戦の第3戦目では、劇的なブザービーターを決めた。 2014年 FA でダラス・マーベリックスの医流を受けたが同カンファレンスのライバルチームメンフィス・グリーズリーズに移籍した2017年7月6日サクラメント・キングスと1年800万ドルで契約した2018年アトランタ・ホークスと最低保証年俸の1年240万ドルで契約した現地時間11月21日史上21人目となる 通算2万5000得点達成。対戦相手はくしくもデビュー6シーズンを過ごしたトロントラプターズであった。2019年9月20日、ホークスと1年250万ドルで再契約した。2019から2020シーズン途中、今季限りでの現役引退を表明した。2020年3月11日のニューヨークニックス戦の試合中に新型コロナウイルスの影響で、 NBA のシーズンが中断することが決定。この時カーターはすでにベンチに退いていたが、この試合が引退試合となる可能性が出てきたため、オーバータイムの残り20秒でコートに戻るとトレイヤングからのアシストを受けて3ポイントシュートを決めた。試合後には自身のツイッターでチームメイトやファンに感謝の思いを綴った。2020年6月4日。 NBA は両カンファレンスの1から8位までの16チームとプレイオフ出場圏内の6チームを合わせた22チームで7月31日からシーズンを再開することを発表。カンファレンス14位と低迷しているホークスは該当チームではないためカーターの引退が決定した。その後6月25日に正式に引退を表明した。プロ入り2年目の1999から2000シーズン。 2000年、オールスターゲーム前日の NBA オールスター、スラムダンクコンテストでの優勝で全米を驚愕させたことで、スラムダンカーの象徴となった。前5回の試技のうち、3回で50点満点を、1回で49点という、数字を叩き出した。1回目のダンクは逆回転360ウィンドミル。コート左側を、ウィークサイド寄りに切り込み、 ボール手前で踏み切ると360度体の向きを回転させて腕を風車のようにぐるりと回してリムに叩き込んだ通常の場合は右利きであれば進行方向と腕の振りから半時計回りに回転するのが普通だがカーターの場合は時計回りに回転するもので難易度も高く美しい腕の振りがより強調されいきなりの満点2度目はボードの裏から 助走なしで1度目のダンクと酷似したものを披露。49点であった。3度目は空中で受けたバウンドパスをそのまま空中で股の下を通しダンクするアリープレックスルー。こちらも満点で今現在でも史上最高のスラムダンクとして記憶されている。4度目はダンクした腕をリムに肘まで入れてぶら下がるカーターオリジナルのエルボーダンクでまたも満点。 最後の試技は、ボースハンドレーンアップで47点であった。優れた、跳躍力だけでなく、オリジナリティ、空中でのボディバランス、芸術性など、ダンクコンテストの審査項目すべてで、NBA の中でも歴史的なもので新世紀ダンク王の称号をその、手中に収めた。ありがとうございます。